皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もですね、フードファンタジーで遊んでいきます。今日2日目ですね。おお、ブラウニーさんですか。あれ、でもなんか5日目にも7日目にもブラウニーさん、わお、たくさんいますね。なんでしょうね、これもしかしてあれですか、何枚か集まると初めてブラウニーさんがもらえるという、まあそういうタイプのやつもありますよね。他にももらえるんですか。毎日ログインですね。何でしょう、これ葉っぱですか。さあでは、消し方ここは左上に矢印があるんですね。左矢印ですか。チーム編成できないんですかね。いますよね。お、ブラウンさんいますね。身だしなみ整備完了、武器装填完了。あ、男性だったんですか。え、私女性だと今一瞬思ったんですけど、見てて、レストランで働いてると出陣できないんですか。ちょっとびっくりしましたけど、メインクエスト風なき密林ですかね。こちらでいいんですか。一ノ三ですか。王子様と一緒にいると今まで見たことのない風景にたくさん出会う。ボスの弱点は前回やりましたよね。丸いロックオンみたいな形のやつをクリックすればいいってことですよね。あ。言っておきながら押すのを忘れるというスキルがこの2人しかスキル使えないわけじゃないですよね。またお役に立てそうで嬉しいです。こちら紅茶さんですかね。王子様と一緒にいると今まで見たことのない風景にたくさん出会うことが。やたら髪の色が白い子が多いですけど、料理の才能はレベル7ですか。宝箱くんですね。なんかいっぱい食材が入ってますけど、あれですか、よく料理番組である宝石箱やーってやつですかね。食材箱ですかね、もしかしたら。お、食材箱でしたね。宝箱の中に食べ物をいっぱい入れるって何でしょうね。またお役に立てそうで嬉しいです。お、レベル4ですね。私今上がりましたね。じゃあまずレベル7ぐらいまで上げていけばいいんですかね。王子様と一緒にいると今まで見たことのない風景にたくさん出会うことができますね。そういえばフードファンタジー以外にもなんか似たようなゲーム、なんか私ゲーム紹介アプリとかなんかいろいろ見てたらありましたね。え、結構流行ってるんですかね。あ、敵が召喚した援軍打陣の体力を回復する力、タップして追い払っちゃおう。はい、タップします。こちらの敵さんもタップしてます。いや、どっか行かないですね。追い払えないんですか。回答、あ、ここもタップしないといけないですか。なかなかのタップゲームですね。要はプレイヤーの方を飽きさせないような感じですか。普通の戦闘だったら、あ、暇だなって言ってですね、こうフーで寝てるんですけど、私よく、あ、やばい、実況中だったみたいなやつね。そんな感じなんですけど。あ、タップしないと。またお役に立てそうで嬉しいです。先ほど仲間になったブラウニーさんって強いんですかね。なんか私全然キャラクターの強さ見てないんですけど、今まで見たことのない、もうみんなキャラクター可愛いからいいんじゃないかっていうですね。まあ多分レベル上限が普通違いますよね、ゲーム。こういうランクが違うキャラクターって、まあ、初期能力も多分違うと思いますけど、
ただブラウニーさんの攻撃が どのダメージなのかがわからないというですね、皆さん攻撃してて数字があるので、まあ、一番今レベルあ90とかダメージ与えてますけど、これですかね。お、中断成功しましたね、スキル相手の。いや、回復魔法はずるいですね。私もスキルを。こちらは紅茶さんでしたっけ。心配しないで、私がここにいますから。回復しましたけど、ダメージが減ってないんですけど、下になんか左下に97、98って今増えてますけど、あ、倒しちゃった。100になったらどうなるんですかね。またお役に立てそうで嬉しいです。おお、レベル5だ。開発を終えましたね。じゃあ開発に飛ばされるんですか今から。どうやら飛ばされますね。やっぱりそれ。この料理ってこの前フライドポテト、え、3種類、1種類にですか。もったいないです。いや、豚肉だけだったら、そうですね、豚肉ローストポークとかですよね。いや、私は塩コショウで豚バラ食べるの大好きですけど、いや、豚トロとかも好きですね。あれどこ行けばいいんですかね。変えようですか。あら、材料が足りない。で、今回はこれでいいんですかね。なんかポストがある、初めて知りました。あ、ありがとうございます。こんなにダウンロード50万ですか。50万に達成してるんですか。すごいですね。いろいろもらえますね。いただきます。イベントもやってるんですね。ランチとディナーと夕食が、ディナーと夕食同じじゃないかと思うんですけど。あ、ちょっと待ってください。なんか赤ワインの守護を受け取れますね。あ、こちらも、これ赤ワインさんなんですね。食材の皆さん名前なんで、あれでしたね。私の角を気安く触らないでくれます。バレましたか。では1-7に行きます。恩師様と一緒にいると今まで見たことのない風景にたくさん出会うことができますね。そう、私は今食材を探しに行ってるんですよね、多分。あ、タップですね。誰か回復してあげてますね。誰が回復してくれてるんですかね。あ、一番後ろの子ですか。あれ、スキルですか。うわお、うっそん、ラインスタンプまで来ました。なぜか。え、今のお礼ですか。やばいですね。一撃ですか。あ、タップタップ。やばいです、やばいです。スキルがたまんない。あれ、逃げていった。いや、今のは犠牲者なしは難しいんじゃないですかね。あれ、さっきの敵さんはどうなるんですか。ここで倒すんですかね。恩師様と一緒にいると今まで見たことのない風景にたくさん出会うことができますね。そういえば昨日はあれですね、動画出してたようにちゃんと昼はレトルトカレー食べました。ライスちゃんが出てきましたから、もうこれはレトルトカレーだっていう。で、昼レトルトカレー食べたら、なんとですね、今日の夜ご飯がレト、おお、死んでる。なんで？
あ、これタップしとかないといけないですね。ちょっと私がレトルトカレーに夢中になりすぎて。なんてそんな強いんですか、後ろの敵さん。そうなんですよね、今日の夜ご飯もカレーだったんですよ。びっくりしました。ありますよね、そういうこと。あ、タップしないと。いやー、もっとなんかカレー私大好きですけど、ずっと食べてるとですね、やっぱり違う味のカレーが食べ結局カレーかいっていう話ですけど、どのカレーがいいですか。なんかレトルトカレーもレトルトカレーですか、なんかたくさんありますよね。昔に比べて種類が増えてるというか、メーカーさんも増えてるというか、なんか最近ですと変わったカレーとかがですね、スーパーとかで売ってますよね。なんか海軍カレーとかですね。私福岡に住んでますので、なんか佐賀牛カレーとかですね。まあ佐賀横なんでいやー、佐賀牛とかも美味しいですよ。牛さん出てこないかな。ステーキとかですね、食べたいですね。そこまでですわ。こちらは攻撃系ですか。あー、全体攻撃ですね。敵さんのこれ何ですか、食材わかんないですね。じゃがいも、丸い玉ねぎでもないですけど、あ、まあ、基本的に食材ではないってことですねモンスターはイカさんぐらいですか。いや、なかなか敵さん強くなってきましたね。心配しないで、私がここにいますから。そこまでですわ。他の3人の方はスキルはどうやってどうやって使えばいいんですかね。ないんですかね。まあ、多分チーム編成かそこら辺で変えるんですかね。またお役に立てそうで。ちょっと見てみますか。どうやって戻るんですかね。こっちか。連携スキル、あ、これ連携スキルなんですか。ブラウニーさんは連携してくれないと。一番左の子はミルクさんなんですね。ちょっとよく連携スキルがどうやって増えるかわかんないですけど、まあどんどんレベル上がっていたら増えたりするんですかね。恩師様と一緒にいると今まで見たことのない風景にたくさん出会うことができます。いや、私先ほどの開発してたフライドポテト大好きなんですけど、まあ、他には唐揚げとかも大好きですね。いや、昔からあるローソンとかの唐揚げくんですか、唐揚げくんでしたっけ、あれも美味しいですよね。あと福岡の横って、まあ、右に大分県があるんですけど、大分がですね、もう唐揚げの県と言ってもいいぐらい鶏料理がですね結構多いんですよ。まあ、大分県自体はあれですね、鶏店なんですけど有名なの、まあ、その横に中津、うん、まあ、横ぐらいですけど中津市とかあってですね、そこが唐揚げが有名で、私も中津たまに行くんですけど、唐揚げ屋さんがですね、なんかいろんな場所にあってですね、唐揚げマップとかあるんですよ。で、何十軒か唐揚げがあってですね、その有名な唐揚げ店が結構福岡に上陸してて、私知らなかったんですけど、昔ですね中津市に唐揚げ旅行って、あ、美味しかったねって言って福岡に帰ってきたら、なんか家の近くに中津市唐揚げ店ってのができてて、ええって言ってね、これだったらここで食べれるじゃんっていう話になって、何しに行ったんだみたいな話ですよね。そういえばそういった料理とかですね、食べ物って結構、まあ、遠くのところからなんか出店してるとですね、まあすぐに家の近くとかにあると食べに行けますよね。
それこそ昔とかあれですよね、なんかアメリカまで行ってアメリカの美味しい料理を食べてきたとかいう話は聞きますけど、まあ、今やアメリカからこちらにですね、出店、有名なお店が出店してきたりしますからね。いや、韓国料理とかも食べたいですよね。辛い料理とかも好きですので、まあ、冬はやっぱり鍋とかこれからの季節ですね、美味しいので、キムチ鍋とか、あ、食べたいですね。なんか料理作りたいですね。なんかもうテレビ番組とかで、なんか料理番組って料理を作る方じゃなくて食べる方ですか？さっきみたいな宝石箱やみたいな感じのああいう食べ物の番組見てるとですね、もうすぐ食べたくなってきますよね。お腹空いてきますよ。このフードファンタジーを私はちょっと遊んでてもお腹が空いてくるぐらいですからね。もうもしも敵さんにフライドポテトがなんかわーってやってきたら、もうフライドポテト食べたいってなりますからね。そしたらもうマクドナルドとかそういったところに行ってフライドポテトくださいって言ってですね、L サイズでという感じですよ。心配しないで、私がここにいますから。あ、そう言ってる。なんかお腹が鳴ってきました。今気づけばもうお昼の11時50分ですね。じゃあこちらの戦いで、今回最後にしたいと思います。私お腹空いたのでそういうことだったんですね。いや、普通にもうお昼だったんですね、遊んでたら。いや、フードファンタジーする前も他のゲームで遊んでまして、動画撮ってましたので、本当皆さんに多く動画見ていただいてありがとうございます。いや、もうチャンネル登録数もですね、150人突破いたしましたので、いや、目指すは200人ですよね。なかなか敵さん強いですね。まあ、これ味方のキャラクター強化できるんでしょうかね。まあ、大抵できると思うんですけど。ミルクさんの回復で、早く他の方もなんか必殺技使ってほしいですね。まさか、ナルトさんもうこれ増えませんよって言うとどうしますかね。でもこの枠見てみると、右が2つ今丸いスキルマークついてますけど、まだ左に余白がですねありますので、何個入るんですか。 1,2,3,4,5、 私の予想では5か6ですよね。おお、レベルアップしました。レベル5ですね。レベル7まで上がらなかったんですけど、今回、動画以上にいたします。よろしければですね、グッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。またですね、ちょっとガチャ回したかったんですけど、なかなかもらえないですね。減少石ですか。500個で1200円ですね。私結構無課金で頑張ってる人間ですので、減少石何かログインボーナスとかでもいただけないと結構あれですね、回せないですね、ガチャ。あ、結構ステージありますね。あ、一応6までなんですね、今のところ。まあ、一応、1ヶ月ですか、今、フードファンタジーオープンして。まあ、なるほど、もうレストランはまだ2日目ですけど、またですね、次の動画頑張っていきたいと思いますので、思いますね。私、滑舌悪いので、ご了承ください。よろしくお願いいたします。それではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。